はい、こんにちは。拓郎と申します。今日は一橋の一次試験から共通テストの前のセンター試験の前の共通一時の前の各大学が一次試験作ってた時代のものですね。一次試験にしては難しめの問題があったので持ってきました。この方程式が表す曲線の長さを求めなさいという問題です。実質的にはこの方程式を表すグラフを書けっていうことにはなるんですけどね。結構ややこしいのでね、丁寧に解いていこうと思います。まずはね、移行して二乗したくなるんですけれども、 ちょっとね、必要になるんで、XY の範囲、少なくとも X と Y がどの範囲にあるかっていうことを特定することができるんで、まずそこから行きましょう。実数ならば、この範囲でしかないですよね。ルートの中身が0以上じゃなくちゃいけないので、こうですね。さらにもうちょっと狭められます。 このルートっていうのは0以上1以下なので、これを変形しまして、こうなるんですけど、ということで、ここがね、マイナス Y ルートっていう項が、マイナス1から1までっていうことがわかるので、全体としては0以上ですよね。 ということは、ここが0以上ですから、X も0以上です。X がフーだったら、ここが1より大きくないといけなくなっちゃうからですね。矛盾しますよねってことです。X と Y の対称式ですから、Y についても同様の条件が成り立ちます。 はい。ね、こんな風になります。X も Y も0以上、1以下っていうことがね、少なくとも成り立っている。範囲を狭めた上で、変形を行っていきましょう。ルートを消したいので、2乗していきます。だけど、2乗しちゃうと、一方通行の議論になっちゃうので、 先にね、X と Y の範囲を狭めておいたんですね。こうすると、ね、二乗しても式の意味変わりませんからね。はい。じゃあ二乗していきます。はい。こんな感じです。いけますので、ね、ルートを右辺に、それ以外を左辺に持っていきますと、 ここですかね。これでもう一回二乗しましょうね。両辺、風ですね。あ、0以下か。ね。右辺0以下で、左辺も0以下ですね。ここが、ね、X2 乗マイナス Y2 乗がどんなにでっかくても1なので、1を引いてあげると0以下になります。両方とも0以下なので、二乗しても式の意味変わりません。右上行きます。 はい、これ整理していきます。はい、ね。見えますでしょうかね。因数分解できますよね。x2 乗プラス y2 乗の2乗。ね。ここにも x2 乗プラス y2 乗がありますから。はい、ということで。 はい。ということで、円になります。円の一部ですね。円のここです。一部ですね。なんで、図書きますと。なんで、曲線の長さはね、すぐまとまりますね。 3.14の半分。3.14、3.1416ぐらいだったかな。ですからね。はい。というふうに求めることができました。ね。はい。まとめでございます。2点申し上げようと思います。この問題取り上げたのはね、同値変形の話をしたかったからですね。これ、奇跡を求める問題、方程式を満たす実数 XY の組み、すべて、 求めてください。というふうな問題ですからね。なので、同値変形にしなくちゃいけないんですよね。ここで、二乗して、関係が崩れないよ。っていうことね。ここも、二乗して、関係が崩れてないよと。これとこれ、二乗して関係が崩れてないよ。っていう話をちょっと強調するために、こういうふうに書いております。だから、ここは、ま、2、3よりって書いてるけど、厳密な話をすると、 こんな感じかな。二の条件のもとでならば、1と3は同値だよっていうことをね、強調して答案を書いております。ね当時一次試験ですから、おそらく数字だけしか取られてないと思うんですけどね。なんで同値変形大事かっていうと、もうちょっと簡単な例で言いますと、<laughs> 例えばこんなんでいいですかね。放物線。ね。 こんな方程式が表す奇跡っていうのはこうですよね。y イコール x 二乗の右側だけを示すんだけど、これを勝手に二乗しちゃうと、何も条件つけずに二乗しちゃうと、元の示す範囲よりも広い範囲、必要条件だけ出てきちゃうんですね。これはダメですよね。この奇跡を求めようって言われた時に、これ書いたらツですからね。なので、どうすればいいかって言ったら、ここみたいに、 x, y が満たすべき条件を定めてあげることによって同値変形にしたいんですね。これだったらどうすればいいかっていうと、x は0以上でないといけないというふうな条件を付け加えますと、こうなって同値になりますということですね。<laughs> それぐらいの話です。 まあ、同時変形大事と言うけど、まあ <laughs>、まずはね、二乗するとき一方通行にならないように気をつけてぐらいでいいと思います。二乗するときとかね、0かけ、0で割るとかね。まずそういうところに気を配ってもらえたらいいのかなと思います。はい。で、えー、もう一点。でっかいですけど、この辺かこの辺までのところで、X と Y を三角関数に置いてしまうっていうのも一つの手です。X を s i n アルファ、Y を s i n ベータなどと置いてあげれば、 アルファとベータの範囲が分かって、ここですよね。この形。この形があるから、参加関数を置くっていう手も一つあると思います。この問題の類題としてね、大阪大の2015年だったと思います。似たような問題。不等式の証明ですけどね。出てるので、ぜひね、またその問題もご紹介できたらなというふうに思います。はい。今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。